Good day everyone! How has your week been? I'm Satoko and hosting this show. 皆さんこんばんは、MC のさとこです。This show is about life and living in Kagawa for foreigners and Japanese in English and Japanese. 香川県に住む外国人と日本人に向けて生活情報を英語と日本語でお送りする番組です。It's October 2014. 2014年10月。This month theme is about language. 今月のテーマは言語です。The most common struggle for foreigners in Kagawa is language. 最もよく聞かれる香川での生活で大変なことは言語。I hope this month's content will help communication between foreigners and Japanese in Kagawa.今月の内容を通して県内の外国人と日本人のコミュニケーションが今よりも豊かになれば幸いです。さあ始めましょうか。 OK, shall we start? You are watching Sanuki English TV Mini. Sounds of Japanese Drill Level 1 ひらがな Part 1 Repeat after me あ、あ、い、い、う、う、え、え、お、お、か、か、き、き、く、く、け、け、こ、こ、さ、さ、し、し、す、す、せ、せ、そ、そ、た、た、ち、ち、つ、つ、て、て、と、と、な、な、に、に、ぬ、ぬ、ね、ね、の、の、は、は、ひ、ひ、ふ、ふ、へ、へ、ほ、ほ、ま、ま、み、み、む、む、め、め、も、も、や、や、ゆ、ゆ、よ、よ、ら、ら、り、り、る、る、れ、れ、ろ、ろ、わ、わ、お、お、ん、ん。 Now you go guys first. あ、い、う、え、お、か、き、く、け、こ、さ、し、す、せ、そ、た、ち、つ、て、と、な、に、ぬ、ね、の、は、ひ、ふ、へ、ほ、ま、み、む、め、も、や、ゆ、よ、ら、り、る、れ、ろ、
わお、うん、very good. This type of letter is called hiragana. Today, we went through basic 46 sounds. We have 58 sounds to go. But do not worry, all other 58 sounds are based on the basic 46 sounds we did today. You do not need to be able to write to speak Japanese, but it sure comes in handy to be able to read. This content is for Japanese natives. How to speak easy Japanese for foreigners. このコーナーは日本人のための日本語講座、優しい簡単な日本語の話し方です。どうしてこういった内容をするかっていうとですね、日本語を習い始めた人たちに対して私たちが普通に喋っているような喋り方をしてもなかなか通じることができません。で、英語を喋れなくっても少し日本語を習ったことのある人と日本語でコミュニケーションをするためにはこの簡単な日本語の話し方っていうものを私たちが知っておかなくてはなりませんということで、今回は、優しい日本語が話せるかどうかチャレンジャーまんちゃんに参加していただいています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。自信のほどは満々です。自信満々ですか？まあまあですか？満々です。満々ですか？マイクから離れるのやめてもらえますか？はい。まずこれをやるために知っておかないといけないこと、優しい簡単な日本語って何かということを知っておかないとダメですね。はい。一つ目のポイントは何々です、何々ますという形で喋ってください。 OK ですか？ OK。 2番目はゆっくり話してください。 OK ですか？で、これが香川県民の私たちにとって一番難しいところなんですが、できるだけ讃岐弁を入れないで話してください。はい。できるだけって書いてあるのはどうしてかっていうと、私たち香川県民、単語がその単語が讃岐弁やって知らずに喋ってることがありますね。はい。もうそれはしょうがない。で、4つ目です。短い文章で話してください。もうたったこれだけです、基本は。 OK ですか？ OK。 はい。では1つ目、何々です、何々ますでどうして喋るのかっていうことですが、日本語学習者、外国の方が日本語を外国語として勉強している、そういった方は一番最初に何々です、何々ますの形から習い始めます。例えば私たち日本語ネイティブだと、国語の学校で国語で単語を習うとき、動詞だと例えば遊ぶ、食べる、行く、来るっていう、辞書形っていう日本語学習者には言うんですが、辞書形で勉強します。でも彼らは遊びます、食べます、行きます、来ますっていう形から単語を学んでいきます。これとっても重要なので覚えておいてください。 OK ですか？はい。次、ゆっくり話す、これ大事ですよね。皆さん外国の方が、例えば英語ネイティブの方が喋ってる英語って早くて聞き取れないですよね。それは外国の方が日本語を学ぶ時も同じです。なのでゆっくり話してあげてください。ここに例文があります。そのドアを開けてここに座ってください。そのドアを開けてここに座ってください。これをちょっとまんちゃん、ゆっくり話してあげてください。そのドアを開けてここに座ってください。はい。もう一度お願いします。そのドアを開けてここに座ってください。はい。まるで外国の方と簡単な日本語で話したことがあるような、ベグ、もしくは台本があったかのような。ないない。すごく良かったと思います。で、ゆっくり話すっていうのはどういうことかというと、単語と単語の間を空けることで、この単語と単語の間を空けるっていうのは、その外国語を聞いている時にどこからどこまでが一つの単語なのかっていうのを聞き取るのはすごく難しいと思います。
それを簡単にしてあげることですね。で、プラスよくゆっくり話すっていうと勘違いするのがこれです。全部ゆっくり話す。そのドアを開けてここに座ってください。では何を言っているのか私たちでも分かりません。なのでゆっくり話すっていうのは単語と単語の間を開けてください。一つの単語をゆっくり話すという意味ではありません。日本語を習っている人たちっていうのは単語一つの話すスピードっていうのは普通のスピードで先生たちから学んでいます。なのでそれをゆっくりしてしまうと逆に聞き取れなくなってしまいます。なのでさっきまんちゃんが言ってくれたようにそのドアを開けてここに座ってください。このぐらいのスピードで話してあげるといいかなと思います。では3つ目です。さぬき弁をできるだけ入れない。ここに例文があります。ちょっと追ってくれるん。県外の人でも分かりません。で、どうして方言をできるだけ入れないかっていうとが日本語の初級でまず教えてくれないっていうのがあるんですが方言になるとさっき話した単語の切れ目がはっきりしなくなります。単語の切れ目で切ってちょっと折ってくれるんって言っても通じません。それだけは覚えておいてください。よろしいですか。はい。ラストです。短い文章で話してください。ではさっき出てきたちょっと折ってくれる、これを日本語を習い始めたばっかりの外国の人に分かってもらうための日本語に、はい、まんちゃん直してみましょうか。どうしましょう。はい。少しの間ここにいてくれますか。いてくれますか。てくれますかは結構後の方にならないと出てこない文型なんですね。さっき言ったのもう一回言えますか。少しの間ここにいてくれますか。少しの間ここにいてくれますか。くれますか。はい。ちょっと追ってくれるんに比べると分かりやすい日本語になったと思います。相手のレベルにもよるんですが例えばこのぐらい短く切ってもいいかもしれません。すみません、お願いします、少しここにいてください、大丈夫ですか。いてくれますかっていうのは結構レベルの高い文法で、てください、何々してくださいっていうのは結構早めの段階で出てくる文法なんですが、てくれますかっていうのはなかなか出てこない文法だったと思います。なのでてくれますかっていうお願いの部分をすみませんとお願いします、でしてもらっても大丈夫なのかどうかっていうのを別の文章に分けて話をします。このぐらい切ってしまうと初級の初級の人でも分かりやすくなると思います。いかがですか、はい、感想はここまで。そうね、英語でもこのぐらいで喋ってくれたら日本人でも分かるかなっていうことを、逆に日本語もこのぐらい分かりやすく喋った方がいいかなっていうことが分かりました。はい。例えばこれを英語バージョンでやってみると Would you mind being here for a while? 聞き取れますか。これを Excuse me, please stay here little while short time, OK? だったらわかりやすい。最初のよりはわかりやすいですね。それと同じことですね。4つの大事なところをやってきましたが頭に入りましたか、まんちゃん。はい。チャレンジコーナー行きますよ。やってみましょう。これを簡単な日本語にしてもらいます。急いで行かないかんけんちょっと追ってくれるん、5時には戻るけん
皆さんもちょっと一緒に考えてみてください。外国、目の前にいる外国の方、もしかしたら職場で一緒の方かもしれません。もしかしたら一緒に遊びに行ったけど、ちょっと友達お迎えに行かないかん、だからこの目の前の人にはおってほしい、でも英語では喋れない、さあどうした、で急いで行かない関係、ちょっとおってくれるん、5時には戻るけんっていうことを伝えたい。ちょっとした日本語だったら分かる外国人の友達です。はい、なんて伝えましょう。私は今から急いで出かけなければいけないから、少しの間ここにいてくれますか、いてください、いいですか、5時には戻ります。どうだろう、最初の方がすごく難しい文法を使ってたような気がします。もうちょっと簡単になるかも。ポイントは、相手が知らなくてもいい情報は伝えなくてもいい、相手が知らなくてはいけない情報だけ言ってあげればいい。難しいですね。私は急いで出かけね、出かけなければいけません。はい、その出かけるっていう単語を初級の人が知ってるかどうかっていうところがまず疑問ですね。往来動詞って言って、行きます、来ますっていう動詞は日常生活に必要なので最初の方に出てきます。でも出かけますっていう単語は知らなくても生活ができるので、あまり途中ぐらいまでにならないと出てこない単語ですね。急いで行かなければなりません。少しの間ここにいてください、私は5時にここに戻ってきます。戻ってくる、2つの動詞がくっついてる単語なんですけど、それはすごく聞き取りづらいというか伝わりづらい。その行ってくる、行ってきますっていう単語を知らないと意味がわからない。もっとプチプチって単語に切っていいと思います。急いで、私は急いで行かなければなりません。少しの間ここにいてください、大丈夫ですか、5時には戻ります。レベルによっては通じると思います。行かなくてはいけないっていう情報は相手に必要でしょうか。誰が何をする、あなたはどうする、次どうなる、答えはもちろん一つではないんですが、文章を短くする、簡単な単語を使う、スピードに関しては問題ないです。難しいでしょ。私はここにいなくなります。少しの間いてください、お願いします、5時には帰ります。はい、多分行かなくてはならないの反対形で、反対でいなくなるっていう単語を使ったと思うんですね。はい、
いなくなるっていう単語は多分だいぶ出てこないと思います。なぜかっていうと、行きますの反対否定は行きませんで習ってるので、急いでいるのは誰ですか？私です。はい、私は急いでいます。私は今からどうしますか？出かけます。行きます。どうします？はい、私は行きます。私は急いでいます。もしくは私は急ぎます。私は行きます。さっきまんちゃんが言ってくれたと思う。少しいてください。もしくはもっとレベルが低いというか、習い始めの人だったら、少しあなたはここにいますっていうのが、てくださいっていうのが後から出てくるので、あなたはここにいます、私は帰ります、もしくは私は戻ります。5時です。私は5時に戻りますだと文章が短くなって、誰が何をするのか、あなたにどうしてほしいのか、その次どうなるのかっていうのが、ものすごく日本語としては、もちろん自然な日本語としてはおかしいですけど、初級の人には分かりやすい。そのぐらいブツブツ切っても大丈夫。伝わらない方が困ると思うので、伝わったと思ってこの場からいなくなると、この人は確実に迷子になります。いかがでしょうか。はい、優しい日本語は日本人にとっては優しくなかったということが分かっていただければ、はい、よかったかなと思います。何か感想があれば。難しいですね。実際には難しすぎるから、英語混じりとかジェスチャー混じりとかいう話し方が多いでは、それは相手が英語を喋れる人間であることが前提ですよね。でもこの話し方で相手が日本語を少し学んでいれば、何語を喋る人が相手でもコミュニケーションとで、ジェスチャーを入れてあげることはもう絶対やってください。ジェスチャーなしで伝わるっていうのは、多分皆さんが英語初級であればそうだと思うんですけど、理解できないことなので。ということで、一つ目何でした？大事なゆっくり話す。ゆっくり話す、二つ目ですね。はい、他にはサンキュー弁を使わない。できるだけ使わない。はい、もう一つ申し上げます。あと二つ、そのあと二つ、簡単な日本語で使用する、単語で切って話す。そうですね、短い文章でしょ。と、デスマス調で喋ってください。はい、では、次回も機会があれば、簡単な日本語の話し方についてちょっとずつ喋っていこうと思います。はい、まんちゃんありがとうございました。お疲れ様でした。I'll be back. Thank you for watching tonight's show. 今宵もご覧いただきありがとうございました。I hope you'll be back next week.We'll be back on next Thursday at 10 p.m. on the channel you are watching. 次回も木曜午後10時からご覧のチャンネルでお送りします。Until then, have a wonderful week! Bye bye!
ください。